第4試合5大シングルパート230分に1本勝負。まずはじめに山田敏夫選手の入場です。さあ山田敏夫、薫の敗戦を挽回してこの流れを食い止めることができるか。対する相手は植松敏恵、山田対植松、まさにプロレスという名を借りた大打撃戦格闘技、あるいはストリートファイトか、そんな様相を呈する試合が予想されます。シングルマッチ30分一本勝負、植松敏恵対山田敏夫。まずは鬼気迫る表情か、山田敏夫入場。山田選手ちょっとコスチュームが今日新しいですね。そうですね、ハーフレッグの、そうですね、茶色をショートした、コスチュームで入場。あ、革ですね、革。ウエスタン風っていうんですかね。そうですね。さあカーボーイスタイルだ、山田敏夫。出るかエルボーカッター。さあ続きまして、上は敏夫選手の入場です。さあ上松としてはこの山田敏夫に何度となく審査を舐めさせられているわけであります。シングルマッチ、このビッグマッチ、この大舞台で何としても悲願の一勝を遂げたい上松敏恵が入場してくるわけでありますが、須山さん、はい、まあ、本当にですね、山田敏夫のエルボーか、あるいはこの上松の2位、あるいはナックル、はい、そのあたりの打撃戦はこれも必死ですよね。ただ、はい、正面から殴り合う蹴り合うではもう勝てないっていうのは分かってるんですよ。あ、これまでの戦いの中でね、はい、だから上松選手がそこをどう裏かいて、なるほど、もう一歩先まで考えられるかだと思うんですが、はそのあたりの秘策はあるのか上松として。逆に言うとこの試合上松が勝つようなことがありますとですね、はい、これはいよいよ世代闘争一気に加速、時代がガタッと動いてきますよ、これですね、第1試合同じシングルパート230分に1本勝負を行います。青コーナー埼玉県出身154番号山田敏夫。わ、すごい。静岡県出身135番号、上松敏恵。さあ勝利の女神どちらに微笑むか、昭和世代軍なのか、あるいはおっと第三世代が行くのか。チームクラッシュ、まずは突っかけていったのは上松ですが、それに応戦していく山田敏夫。お、いきなりダブルでサーブソルト。あ、しかしこれはさすがにカウント、ロコモーションですね、ロコモーション。さあ3連発いった、4連発いきますか。さあロコモーションで5連発だ。さあ先制攻撃は上松敏恵。ただ山田選手もやっぱりタフですからね、はい、さあ一気に決めようっていうことですかね。さあどうだ、これは固める、あ、まだ固める、固めませんよ。あ、そのまま腕を取り、あ、チキンウィングかですね。チキンウィングアームロックを一気に決めて、あ、普段上松選手見せない形の攻めですね。ですね。さあ都合6回やりました、ダブルリストアームソルト、そのまま関節アームバーナーの形、いや、チキンアーム、チキンウィングか。さあがっちりと固めようというところですが、うまく体重を移動されています。山田敏夫がじりじりとサードロープエスケープ、ちょっと入り方甘かったですね、はい、山田選手はあれですね、コスチュームあれ上外すのかと思ったんですけど、そのままみたいです、ね、コスチュームですね、ちょっと戦いにくそうな気もするんですけれども。さあもう一発いった、素早い切り返しを見せる山田、しかしキック、上松選手はやっぱり攻撃の量ですよね、はい。さあ蹴り足を掴んで、さあ逆に顔面を蹴っていく上松。さあ上松としては得意のね、こう常年に任せたラフファイトというのをね、どこで出してくるかというね。おお、顔面にミサイル、なんだかんだ言っても一番この技が頼りになるっていうことですかね。なるほど。
さあお客さんにアピールして何をするか。もう一回、あ、この足を抱えようとしたんで、おわーっと、しかしこれもかわしていく、まあ、山田としても先ほどから大技をもう面白いように食らっちゃってるんでね。さあわーっと膝を出していった上松、キャプチュードですか。おっとこれはまあ変形のリストサルト、そうですね、足を抱えてのハーフリストサルトっていう感じですね。なるほど。さあしかし2で返されていく山田としては、まだこの試合ほとんど技を出していません、さあ上松がとにかく先手必勝とばかりに大技を畳みかけていきます。おっとフック、しかしこれはかわしていく、アイルボーを狙ったか、しかしこれもかわしていくが、ローを見舞って脇固めに強引に持っていこうとするが、これも無理。フックをかわしていく、おっとスウェイして返した。おお、さあおっと回し蹴り、後ろ回し蹴り、側頭部を捉えた。さあスリリングな展開が垣間見られましたが、この後どういった打撃戦が繰り広げられるんでしょうか。右拳通しですね。手を踏んでるんですよ。パンチを多分打てなくしようという作戦じゃないですかね。なるほど。上松選手はね、右のパンチを、ね、打ってくるんですね。これですけれども、さあ、はい、これをかわして、おーおーおお、そのまままた花道に。さあ山田がパンチは本当反則なんですけどね。あ、そうでしたね、まあカウント5以内ということで認められてるっていうような感じだと思うんですけど、さあ山田が十分な助走を取って、さあ何いきましょう。ラリアットですかね。これもラリアット、いやー何か風車のように上松の体が一回転してキャンバスに叩きつけられました。ちょっと苦しそうな表情になってほしい。さあ山田敏夫がどうやらじりじりと自分のペースに試合を持っていこうという体勢に入っている。ここでうまく上松切り返した。さあこれは何だ、このスワンダイブ、このなりふり構わない蹴りがね、このなかなかこう対戦相手としては予想がつかないんですよね、山田選手の場合は。やっぱり一発で形勢逆転できますからね、山田選手の蹴りがね、はい、さあ先ほどのカオル同様、この山田敏夫も、まあ、昭和世代軍で言いますと、まあ言い方悪いですけど崖っぷちと言ってもいい今立場じゃないですか。ましてやこの上松に負けようものならという感じはしますよね。最後のだから自分の守るべき牙城だと思うんですよ。はい、絶対に負けられない試合が続きます、昭和世代。さあ肘狙ってますよ。エルボーカッターファイティングポーズを取った上松に容赦なく、今は今の当たってないですね、はいはい、おかわしてますね。さあ顎の先端をエルボーっていうのはやっぱり狙って、あーっとヒットポイントがすごいちっちゃいんで、ちょうどね、顎から首人の横にかけてぐっと詰めていかないといけないんでね。やっぱり山田選手としては意地でも肘で決めてやろうっていうのがあるんじゃないですか。はい、さあおーショートですね、小手ですね、打ち上げの。さあさらにロープを利用してなんか、ああフラディ X の変形、変形ロープを使って、はい、なるほどなるほど。さあしかしながら、まあ、これロープを使ってのですので反則攻撃なんですが、ここでブレイク。さあまたダブルリストアームソルトを1回転して、あ、今またあれですかね、連続して狙ったんでしょうか。しかしながら違う形の連続の形をやろうとしたんですが、はい、1回でカットされましたね。さあエルボーです。お、エルボーを橋で返しました。あーっと、ぶん回しの右フック、うわー、そして倒れ込みながらの右フック。さあ、お、ちょっと山田の表情も変わってきましたよ。しかしちょっとダメージありますね、上松の方がね。この辺がやっぱり同じ攻撃の量を食っても、はい、山田選手は立ってて上松選手は寝てると、うん、やっぱこれがこうずっと培ってきたものの差って言えばそれまでな。ただ上松選手は三線引いてるような気もしないでもないんですが、あ、このところ割と上松そういう試合多いですよね、はい。
さあどこでビッグカムバック、驚きのカムバックが、今な大漏れのあたりですね、ボロに入りました、危ない、これはどうか、うとカウント 2.8、さあエルボーカッター、まずもろに食らってしまいました、上松俊恵、さあこれは須山さん、ちょっと三味線ではなさそうですよ、特にあのさっきの食った後というのはもうそういう余裕はないでしょう、しかし渾身の力を込めてキックを、なんだ、なんですか、プロデュークス、プロデュークスですが、すごい、今カウンター、カウンター、山田選手としては2発も入れてなんで取れないんだって、一番驚いたのは山田さん、一発ならまだしも2発入れてなんで決まんないんだってのは、これなんかまだ試合がそれほど時間が経過していないという部分でまだまだスタミナが残っているということなんでしょうかね、いやということでもないと思いますけどね、ははそうしますと上松の髪がかり的な、上松選手自身は何発も食ってきてある程度免疫ができてきてるって言ってるんですよ、なるほど、前だったら一発で、はい、取られてたもんが、後ろ待ちゲミ、はい、2発3発もらっても大丈夫になったと、なるほどね、さあおドラゴンスープレックス、ロックこれはどうか、これはどうか、おっと初めてですね、いやしかし今のドラゴン危なかったやつですよ、まさかドラゴンで来るとは思ってなかったんじゃないですかね、おお倒れ込みながらもう押し出すような右フック、さあ何で何ですか、やっぱダブルリスト、ね、こだわり続けるこの技で決めていくのか、これは何でしょう、これ何でしょう、なんだこれ、これは何ですか、これは変形、おっとこれはどうだ、ですね、肩と首を同時に決めた、あれ上松俊恵大逆転勝利、多分ね山田選手はグラディエックス来ると思って、はい、まあその何つうんでしょう、どうかわそうかと考えてたら横に回られて全然予想もしない形に決まっちゃったんで、ははまあ、あの先ほどレースの場合免疫がねついてくるという話ありましたけれども、はい、関節技もまあこれもしっかりということで、ははやはりああいった予期せぬ角度から関節を決められるというのはこれもディフェンスの仕方がわからないということですね、その前に、はい、あの上松選手ブラディエックスを2回ぐらい狙ってましたよね、変形で、あれが伏線になってるんですか、伏線だったんですね、いやそう言ってみますとこの勝利って実にクレバーなというか、はい、もう計算され尽くした勝利と言ってもいいかもしれませんね、山田選手はあの後起き上がった後当然もう一回ダブルリスト来ると思ってたと思うんですよ、その辺の体重の踏ん張り方とか全部カウンターで返したんじゃないでしょうか、いやーこれはしてやったりの上松俊恵、はは考えましたそういう意味ではね、いやしかし最後の技はオリジナルの上松のホールマスということで、また本人からひょっとして命名がつくかもしれませんけれども、はい、いやー、須山さん、はい、なんとなんと2つ勝ちましたね、2つ勝っちゃいましたよ、若い衆が、はい、大変なこと、まさにこの風雲急を告げる展開になっていますこのガイアマット、次の試合加藤園子北斗晶、さあ加藤園子この追い風を自分のものにできるんでしょうか、